キスキスふわふわふこんな気持ちメロメロディー夢だけど夢じゃないお願いねマイメロディー大人じゃない乙女です恋するのが仕事です君の名前つぶやくとドキドキするの聞き分けないこんな胸が歌い出して止まらない上手じゃなくてごめんなさいだけど聞いて届けマイメロディーマイメロディー星空を越えて君の夢守るリボンマイメロディーハート見つけたならぐるぐる巻きしちゃうからねまな板じゃなかった、ただいま。おかえりなさい。ラブレターじゃない、疲れたって。お、なんだその格好は。はしたないと思わないのか。何が？おへそが丸見えじゃないか。普通だよ。そう。ところでみんな元気だったか？うん。お父さん、朝ごはんどうする？あ、いや、いらないっす。それより2階で寝るわ。また徹夜？なーに、一眠りすればまた元気いっぱいだよ。よいしょ。うん。ああ、お父さん、おかえりなさい。おう。あれがうたちゃんたちのお父さん？マイメロちょっとご挨拶。ダメよ、大人は頭が硬いからマイメロが話しかけたらそっとしちゃう。とりあえず当分はお父さんの前ではぬいぐるみのふりをしてて。つまんないの。ほら、いいもん土産に買ってきたぞ。アライグマだ。私の部屋に置くのは嫌よ。私だって。子供は毎回出張から帰ってくるとこのざまだ。お前たちが掃除好きになるように綺麗好きなアライグマを買ったんだからな。母さん、俺、娘たちの育て方ちょっと間違ったかな。うたちゃんのお父さん、何のお仕事してるの？飛行ライター。飛行？温泉や観光地に行ってそのルポを書いて旅行雑誌に載せるの。ふーん、面白そうなお仕事。そのせいで出張が多いんだよ。ライターって昼夜不規則だし、仕事としては大変なんじゃないかな。ふーん。ああ、すっごく今日は遊びに行くつもりだったのに。お母さんの住んでた家が散らかってる。それだけで我が家にとっては問題でしょう。この人誰？私たちのお母さん。うたちゃんたちのママはどこにいるの？お星様になっちゃったんだ。すごーい。さ、おしゃべりはそのくらいでお掃除しましょう。ん？誰だろう。あ、一緒に宿題しようって昨日約束してたよね。もしかして忘れてた？ごめん。アーバの部屋って謎。お邪魔します。いらっしゃい。何してるの？お掃除。うたね、これなんだかわかる？そう、そこにあったんなら音が出るものなんじゃないの？こーらー。2人とも遊んでちゃ掃除終わんないでしょ。
はい。まず勉強できる場所を掃除する方が先かもね。手伝ってくれるの？ありがとう。さすが親友。まずい。ねえ、お布団が隣の飛田さん家に落っこっちゃったのよ。取ってきて。え、どうしても行かなきゃダメ？歌のお布団なんだよね。はい。ミキも一緒についてきてくれる？ねえ、そんなに落ち込んでお隣さんがどうかしたの？実はね。本当に人住んでるの？し、聞こえるよ。じゃあ行こう。こんにちは。なんで玄関に車が？帰ろうよ、ウタ。ここに人なんて絶対住んでないって。なんかよ。あの家を大掃除してて、それでお姉ちゃんがどっちだから布団叩いてたらわーって何だか落としちゃったりなんかして、その布団が私の布団だったりするもんだから、私が取りに来ちゃったりしちゃったりして隣の子会みたいな。はい。君んとこ掃除始めたんだ。どうしたの急に？掃除しないと散らかっちゃいますし。残念だな。お隣さんは同じ仲間だと思ってたのに。いや、飛田さんちほど散らかってはいませんよ、うちは。そう？そうです、絶対に。残念だな。それじゃあお庭に落ちた布団を拾わせてもらいますね。失礼しました。掃除なんて迷惑だよ。確かこの辺りを。本当ですね。黒みさめの記憶力は当てにならないぞな。うるさい、さっさと探すんだよ。痛いぞな。あ、見つけたぞな。よくも邪魔してくれたな、マイメロ。あんたもこっちの世界に来てたなんて、また邪魔するつもりか。暴れてるんじゃないよ。今からギャフンと言わせてやる。覚悟しな。え、あー、イライラする。あんた、あたいの何なのか分かってんの？クロミちゃんの？そう。お友達だよね。違う。誰が友達だ。誰がライバルだろ、ライバル。どうしたの？今大事な話をしてんのよ。引っ込んでな。クロミちゃん、どうしてダークパワーなんか欲しがるの？あんたを完全にギャフンと言わせるためさ。ダークパワーのでっかい悪夢の下敷きにして、二度とあたりにでかい面できないようにしてやる。そんな、一体私が何をしたっていうの？とぼけんな。すべての原因はお前にあるんだ。クロミノートナンバー128。ゴシ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 、ここも掃除しなきゃね。うん、そこはあたいがもうやったわよ。あれ、もうピカピカだ。だからそこはあたいがもうやった。あ、クロミちゃん、汚しちゃめだよ。こんな、好物のラッキョは最後に食べるんだもんね。クロミちゃん、ラッキョ嫌いなの？え、食べたよね。この花で花飾り作ろうっと。ひ、それならあたいはこれででっかい花飾りを作ってやる。うりゃ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 。できた。それって逆恨みじゃ。
かわいい雪だるま。はぁ、そんなちっちゃいやつなんか雪だるまじゃないよ。見てなさい、今にあったいが。あ、あれ、抜けない。ちょっと、待って。子供ちゃん。そしてあたいは一晩誰にも助けられず凍えていたのさ。そういうことあったっけ。それからのあたいはどんどんすさんでいったさ。家で暴れてパパとママを困らせて、そしてとうとうあたいはお城の反省室、牢屋に閉じ込められたのさ。どのくらい長い時間をあの暗く冷たい部屋で過ごしたか。そんな時さ、あたいはあの秘密の部屋で素敵な魔法アイテムを見つけたのさ。この広い世界であたいの味方はメロディーキーとメロディー棒だけなのさ。へえ、よかったね、クロミちゃん。あー、もう調子が来る。今に見てな、たっぷり仕返ししてやるから。覚えてるよ、こら。覚えてろ、そんな。バイバイ、また遊びに来てね。あの子、マイメロを恨んでたんだ。そんなことないよ、クロミちゃんとマイメロはお友達だもん。お友達？そうは見えなかったけど。ちょっと。なんだよ、また掃除してんのかよ。いつもは散らかしてるくせに。はあ、ん？こういうものが世の中にあるからあいつら変な気を起こすんだよな。世界中がゴミの山だったら幸せだよな。でも夢だよな。世界中をゴミでいっぱいに？いいよ、その夢叶えてあげる。うわ、誰だお前。出始めにあの家からやるんだよ。開け、夢の扉。よっしゃ、マイメロ泣かしちゃるからね。終わった終わった、掃除はこれにて終了。お茶にしよ。賛成。誰だろう。ピンポン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 。早速仕返しに来たぜ、マイメロ。こんにちは、隣の富田ですけど。何が来たの？ピンポン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 。こんにちは。あれ？掃除終わったの？ダメだよ、片付けちゃ。しょうがないな、俺がこの家を元通りにしてやるからな。そーりー。ゴミ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 。ゴミで溺れるかと思った。せっかく片付けたのに。何よあれ、隣の富田さんみたい。うそー、マイメロン、いい君だな。クロミちゃん、遊びに来てくれたの？なわけねえだろ。ニコニコしていられるのも今のうちだよ。さあ、思う存分散らかして悪夢を叶えな。ゴミ最高。ちょっと、人の家何ゴミ箱みたいにしてんのよ。せっかく掃除終わったばっかりなのに。人が住んでりゃ汚れるのは当たり前じゃないか。掃除するなんてバカバカしいぜ。そんなこと、なんでお隣さんから言われなきゃいけないのよ。この家はね、お父さんと私と歌と子と、そしてお母さんが住んでた家なんだから。そうだよ、だから私たちはこの家をきれいにしなくちゃいけないのよ。うるさい、よくもやってくれたね。さあ、もっとゴミで汚してやりな。任せとけ。そんなことさせないんだから。あたたたたた。早いぜ。
匂いは。もうほんとすばしっこい。待てー、キラリ、こらー、ハラリ、キラリ、あの子だからうちも隣さんもみんな仲良くゴミの家あんたの家と一緒にしないでよ。マイメロ、これ以上家を汚さないで。綺麗好きだから散らかすと許さねえぞ。お前今朝顔洗ったのか、洗ったのか、どうなんだこれ。やめろ、俺は綺麗好きは大嫌いだ。いや、くそ、邪魔する奴はみんな吸い込んでやる。クイーチャー、こりゃ困った。助けてマイメロ。アライグマさん、お願い。ビビってんじゃないわよ。構わないから吸い込んじゃいな。顔洗って出直してこいや。二度と来んな。飛び田さん飛んでっちゃったよ。あの人が一番の粗大ゴミだったような気がする。ありがとうね、アライグマさん。部屋はいつも綺麗にね。うん、はい。なあ、それでどうするんですか、この家。頑張ってお掃除しましょう。うん。あばー、やっと終わったわ。ああ、10年分のお掃除をまとめてやったって感じ。はいはい、まだ最後にやらなくちゃいけないことがあるでしょ。お母さん、お家きれいになったよ。やっぱりお部屋が綺麗だと気持ちいいよね。なんだか落ち着いたらお腹空いちゃった。ご飯の準備しなくちゃね。ご飯食べてくよね。うん。また誰か来たみたい。今度は誰？また飛び田さんだったりして。あ？羊さん、マリーランドからの宅配便ね。うん、誰か客か。なんでもない。男は仲間外れってやつか。昔は良かったな、みんなお父さんお父さんって。わあ、マイメロのハウスだ。ママが送ってくれたのね。お隣さんを散らかせて楽しかったな。これもあの黒いウサギちゃんのおかげだよ。ん？ごっぜんぞな、バク。やったー、やっとクロウンプが手に入った。そのようだね。よし、これからじゃんじゃん集めるぞ。ありがとう、クロミ。君のおかげで退屈しないよ。結局男は顔だったんだぞな。ヒイラギ、いや、ヒイラギ様。なんだい？クロミはヒイラギ様のためにクローンプを100個必ず集めます。絶対集めます。そしてダークパワーを手に入れます。マイメロの邪魔なんかに負けずにね。マイメロ？あたいのライバル、人間の女の子の家にいるんですのよ。
そんな片付いてる。どうしたんだよ一体。あら太郎ちゃんおかえり。ママ。もうしょうのない子だね。家は完璧に綺麗にしといたよ。消毒も済んでバイキン一匹もいないからね。これからはママが一緒に住んで毎日綺麗にしてあげるよ。ひどいよママ。ここは僕のパラダイスだったのに。こんなとこに住めないよ。パパ、おパパ、羊さん、ありがとね。パパ、パパ、バイバイ、またね、羊さん。パパ、のび太さん引っ越すんだ。早っ。荷物なさそうだしね。でもよかった。今度は綺麗好きな人が入ってくれるといいね。でもうちもこれからは綺麗にしないと。マイメロも手伝うね、みんなが学校行ってる間。ありがとうマイメロ。さあお父さんの肩でも揉んであげよう。琴は足マッサージ担当。さっきなんか拗ねてたみたいだよね。それにしてもピンクの音符飛んでこないね。クロミちゃんの魔法がかったのね。え？クロミちゃんに魔法をかけられた人がその悪夢を気に入ると黒い音符が生まれてバクちゃんが食べるの。じゃあ飛び田さんはあのゴミだらけの悪夢が気に入ったってこと？はあ、気に入りそう飛び田さんなら。そういう人もいるのよね。これはうかうかしてられないわ。もっと気合い入れてクロミの邪魔をしないと私たちの夢が奪われてしまう。マイメロ締めていくよ。お願いマイメロディ、優勝できたらいいな。サッカー